いわき市役所で行われた契約の締結式。ネーミングライツ命名権の契約で、契約を結ぶ相手はいわきグリーンスタジアムがヨークベニマル、いわきグリーンフィールドは常磐興産です。そして付けられた新しい愛称は、いわきグリーンスタジアムがヨークいわきスタジアム、いわきグリーンフィールドはハワイアンズスタジアムいわきとなりました。いわきの皆さんのですね、健康も一つ、お役に立つということも今回我々の目指す一つでございますので、倉敷いわきをさらに広めていくための一助になればというふうに思っている次第でございます。企業にとっては会社の宣伝やイメージアップが期待されるネーミングライツパートナー契約、いわき市にとっては1年間に1010万円に上るパートナー料が貴重な収入となります。ますます発信力を高めまして、スポーツ人口、そして健康増進を図る人たちの人口を増やしながらですね、人づくりを行っていきたいなと。契約期間は来月1日からの5年間で、いわき市はパートナー料を施設の維持や管理に活用するとしています。